ダビュークはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦の2番艦として建造された。アイオワ州ダビュークにちなんで命名され、その名を持つ艦としては2隻目である。ダビュークは1965年1月25日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船で寄港した。1966年8月6日に浸水し、 1967年9月1日にバージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍造船所で収益する。1967年11月にパナマ運河を通過し最初の母校であるカリフォルニア州サンディエゴに到着した。1968年から1975年までダビュークは西太平洋に配備されベトナムで各種の任務に就いた。 1968年10月に北ベトナムから釈放された14名の捕虜を本国に送り届けた。1969年から1971年まで戦争のベトナム化に伴い銃のキーストーンカージナル部隊を沖縄に上陸させた。1973年2月から6月までダビュークはハイフォンコの機雷掃海作業をクリーン。 スイープ作戦に従事しヘリコプターの母艦となった。1975年4月にはサイゴン撤退と南ベトナム難民救助に参加した。1985年8月15日にダビュークはサンディエゴから新たな母校である長崎県佐世保に向けて出港した。艦は9月4日に佐世保に到着した。第7艦隊所属となったダビュークの主な任務は 西太平洋における海兵隊のサポートであった。1988年5月にダビュークはペルシャ湾に展開し、イラン・イラク戦争中の米国タンカーを保護するための機雷掃海作業に従事する。1989年にはクーデター未遂事件が起きたフィリピンでアメリカ人保護のための作戦に参加した。 1990年8月のイラクのクウェート侵攻で、ダビュークは砂漠の盾作戦に参加し、ペルシャ湾に展開した。同艦は揚陸準備グループ B の主力として、多国籍軍装設初期に海兵隊上陸チームをサウジアラビアのアルジャビルに揚陸した。1999年7月30日に、ダビュークは、銃脳と任務を交代し、再び、 カリフォルニア州サンディエゴが母校となる。1999年の6月から9月まで、ダビュークは、島妹艦の事業と最初のシップスワップを行った。両艦の上院は引き続いて、それまでの母校に泊まることとなり、ダビュークは母校のカリフォルニア州サンディエゴに寄港した。二千六年九月から二千七年五月までダビュークは、ボクサー、コムストックと共に展開し、 イラクの自由作戦に参加する第15海兵隊遠征隊をイラクに運んだ。様々な任務の中にはイラク軍捕虜の交流施設としての任務も含まれた。ダビュークはまたペルシャ湾北部の石油運搬設備の保護及び維持も行った。2008年にはペリリュー遠征打撃グループと共に展開した。ダビュークの乗組員は海賊の特定と追求、オマーン湾及び アフリカの角における海賊の情報収集に従事した。また、ペルシャ湾に向かう途中で沈没したフィリピンコーストラインの船舶の乗員6名を救助した。この一件はアメリカの海上戦略が危機及び非常時に柔軟に対処できることを立証した。2009年5月上旬、乗員が物体インフルエンザに感染、発症したためダビュークは、 南太平洋での人道救助任務を中止しなければならなかった。その後もう50件の H1N1 感染例が発見された。2010年9月9日、海軍はソマリア沖でドイツ国旗を掲げたメガボルトジャーマンスターに対しダビュークから第15海兵隊遠征隊の九州部隊を派遣しこれを制圧した。同線は 前日海賊の襲撃を受け乗っ取られていた。海兵隊は9名の海賊を拘束し、船のセーフルームに避難していた11名の乗組員を救出した。伝えられるところによると、弾丸の発射はなく、負傷者も報告されなかった。ダビュークは2011年6月30日に退役した。1988年6月10日、ダビュークは、 ベトナムからの110名の避難民の乗るボートを発見した。少なくとも20名が漂流の間に死亡した。ベトナム難民たちはエンジンの故障のため19日間沖きで漂流していたが、ダビュー区艦長のアレクサンダー・バリアン大佐には7日間の漂流と人数は60名と誤って伝えられた。艦長はボートと食料、水、海図を避難民に提供したが、彼らを上官させず、 それ以上の援助は行わなかった。水と食料は数日間持ったものの、避難民の乗るボートはさらに19日間漂流した。その後30名が死亡し、生き残った避難民はやむを得ず死者の肉を食していた。ボートは結局フィリピンの漁師によって救助された。バリアン大佐は太平洋艦隊司令官によって解任された。彼は、 提督採決を拒否し、軍法会議を要求した。裁判の結果彼は、職務怠慢に関して有罪であるとされ、開国が行われた。2009年5月6日、アメリカ海軍は、ダビュークの乗組員1名が、新型インフルエンザに感染していることが確認され、他の50名の乗組員も、発熱症状を訴えたため、同年6月1日から予定されていた同館の、 南太平洋への公開任務を中止すると発表した。ダビュークは1個の海軍部隊賞、4個の主君部隊賞、3個の戦闘効率賞、3個の遠征部隊メダル、3個の災害派遣従軍賞を受賞し、西太平洋及びインド洋での無数の揚陸演習に参加した。ありがとうございます。